台風19号により延期されたゲーム、今日行われます。 AC 長野パルセイロ対 YSCC 横浜の試合をお伝えしてまいります。両チームの選手たちが見えてきました。今日は復刻版のユニフォーム、紫のユニフォームで臨みます。ホームの AC 長野パルセイロ、アウェーは YSCC 横浜です。それでは両チームの予想フォーメーションを見ていきます。ホームの長野です。今日も長野は前節に続き4バックと予想します。ゴールキーパーが阿部、ディフェンス内田、遠藤、浦上、有永、ボランチは新井と、そして岩沼です。トップ下に東、そして両ワイドには三上と木村、ワントップ斉藤という11人です。では YSCC 横浜の予想フォーメーションです。こちらも4バックの予想です。ゴールキーパーが佐川、ディフェンスは川野、宗近、宮尾、西山と予想しました。アンカーの位置に戸建て、そしてインサイドハーフに吉田と大泉、トップ下に奥田、ツートップは強力な新と浅川のツートップ、この11人です。さあチャンスになる斉藤、足がある、さあ斉藤抜けた、チャンスになった、シュートには打てませんでした。最後のシュートに行くボールが少し長くなったか、キーパーの佐川を抑えました。まず最初ビッグチャンスを作りました長野です。奥田、この人はここまで5ゴール。ここに新、新が左足、キーパー阿部が抑えました。 YSCC 横浜にとって最初のシュート、新公平でした。内田、内田がシュート、右に外れた。ボックスの外から内田恭平のシュートでした。新、新が持つ、浅川、浅川シュートも打てるか、シュート打つ、左に外れました。浅川のシュートはわずかに左。岩沼、中央、ヘディング決まりました。後半の立ち上がり、長野が先制、決めたのは木村優、今シーズン3ゴール目、長野が先制点を挙げました。岩沼のコーナーキック、タイミングはドンピシャリ、木村優、今シーズン3ゴール目となるゴールは長野にとっての先制ゴールとなりました。奪った、チャンスになった、大泉、前にこぼれて、もう一度、20番の浅川のシュートでした。最後は浅川のシュートでした。打てないが、ここに土立て、フリーな状態で吉田シュート、吉田のシュートでした。もう一度大城、有永も上がってくるが、大城は左足で中に入れた、ヘディング、木村今日2点目、長野が追加点を挙げました。途中交代で入った大城の左足のクロス、木村がうまく合わせました。長野にとって貴重な貴重な追加点が入りました。これで木村は今シーズン4ゴール目、今日2ゴール目が決まっています。さあ浦上が、センターバックの浦上がここまで上がって、そして木村、木村のシュート、右に外れましたが、キーパー触っています。宮尾が直接狙った、左に外れました。ここに新井です。新井剥がして左足、三上、三上のシュート、3点目を挙げました。三上洋介、今シーズン4ゴール目、新井純平剥がして三上、
そして右足グラウンダーのシュート、ゴールに突き刺さりました。ここで試合終了です。 AC 長野パルセイロホームで4試合ぶりの白星、そして今シーズン初の3得点でワイエス横浜を破りました。ホーム長野のファン、サポーター、そして地域の人たちに勇気と元気を届ける勝ち点3を獲得です。